エスペック株式会社は、大阪府大阪市北区に本社を置く環境試験機の大手メーカーである。日本を拠点に近年経済成長が著しい、中国や韓国、マレーシアなどアジアを中心に市場展開をしているが、現在、北米やヨーロッパへの市場展開に向けての動きも見られる。過去に2度斜面変更をしていて、古い順に株式会社、多倍政作所。 タバイエスペック株式会社となる。環境試験機とは、極音、多湿高圧などの特定の条件にさらすことで、例えば携帯電話やデジタル時計などの製品の耐久テストを行うための機械のことである。この本業である、環境試験機においての市場シェアは日本では約60%、世界規模でもアジアを中心に30%の高水準の占有率を誇る。 この他にも計測システム事業や FPD 装置の生産も行っている。エスペックでは植林活動を行ったり緑をテーマにした仕事場作りを意識した施設を建設したりするなど自然環境への配慮を意識した動きが見られる企業でもある。またバイオテクノロジーを応用した土を使わず水と光だけで作る野菜作りなどの取り組みも行っている。2005年には 本業の環境試験装置の技術を応用した半導体洗浄装置事業を ICF 株式会社とは無関係から買収エスペック i c f 株式会社を設立したものの全く事業がうまくいかずわずか約2年後の2007年の10月に同社を解散し同事業から撤退することが同年9月に決定されたこれにより 約4億3000万円を特別損失として計上。それを受けて、同年の8月まで1800円台で安定していた。株価はわずか1ヶ月後の9月には一気に700円台までに暴落。代表取締役社長の交代にまで陥った。メインバンクが、リソナ銀行であることから、同行が、中核になって結成された、企業集団、大臨会の会員企業である。 将来のあるべき姿として3つのイメージ目標、プログレッシブ、インターナショナル、インテリジェントを掲げ、エスペックは3つのイメージ目標を互換的に感じられる言葉として開発した造語。本社投稿場、研究所宇都宮テクノコンプレックス、営業所アフターサービス拠点試験所アジア、北米ヨーロッパ韓国社員数は、エスペックグループ全体で、連結、1512名。 イスペック単独で786名。ありがとうございます。